こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。個人鑑定につきましては、この動画の最後、もしくはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、えー、そちらをご確認いただけますと幸いです。 今回のテーマは気になるあの人のあなたへの本音はということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がですねあなたに対してどんな気持ちを抱いているのか、まあ、その本音の部分をですね今回は見ていきたいと思います今回も三択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました左から A、B、C と させていただきましてこの中からお好きなカードをお一つお選びください複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思いますそれではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますはい カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの a をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれではまずはじめに a をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 今回のテーマは気になるあの人のあなたへの本音はということで、えー、あなたが今まさに気になっているお相手の方は、あなたに対してどんな気持ちを抱いていらっしゃるのか、どんなことを思っていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います。で今回ですね、こちらの3枚のカードがーお相手の方の本音ですね、えー、あなたに対してどんなことを思っていらっしゃるのかというところを表しているカードとなっております。 でまずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、今お相手の方の本音としてはですね、あなたとの今後について、今はこうじっくりと考えさせてほしい。これがですね、今お相手の方の本音なのではないかなというふうに思います。どういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。 でまずはじめにですね、えー、まあ、じっくりと考えたいということについてお伝えさせていただいたんですが、そのじっくり考えたいというのは、あその、 あなたとのですね、まあ、関係を解消させたり、まあ、距離を置きたいというわけではなく、今後、あなたとのですね、関係を前に進めていくためにはどうすればいいのかっていうところを、まあ、考えさせてほしいというふうに思っていらっしゃるので、決して後ろ向きな感情ではなく、まあ、ポジティブなあですね、まあ、気持ちを持って、えー、今はこう、真剣に考えさせてほしい。ゆっくりと、まあ、落ち着いた状況で、えー、考えさせてほしいというふうに思っていらっしゃるというところ になっております、まあ、それぞれのカードを見ながらですね、えー、なぜ今じっくりと考えたいと思っていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います。 まずはじめにこちらのカードを見ていくんですけれども、こちらのカードはですね、今回逆位置で出ております。で、これがですね、今回逆位置で出ておりますと、意味としてはですね、まあ、バッドエンドとかですね、まあ、あとは不満足な結果とか、まあ、未完成とかですね、まあ、あまりいい意味を表すカードではないんですね。すなわち、今、お相手の方としては、今の状況のままでは、あなたとですね、関係を築いていく上で、あまり良くない 出来事とかが起こってしまうのではないかというふうに思っていらっしゃるだからこそそういったまあ問題をなるべくこうまあ え、問題にこう合わないように、ま、避けていって、より良好な関係のまま発展させていくにはどうすればいいのかっていうのを、ま、考えたいということで、え、今じっくりとですね、ま、自分自身においてもですね、ま、どうしていけばいいのかということをこう考えていらっしゃるということですね。で、ま、バッドエンドとか、ま、不満足な結果ということであったんですけれども、ま、その、ま、例としてはですね、え、例えば、ま、喧嘩をしてしまったりだとか、ま、気持ちの 行き違いが起こっってしまったりだとか、まあ、あとはなかなかこう心の距離が縮まらないであるとか、まあ、そういった状態になってしまうのではないかというふうに、まあ、お相手の方は考えていらっしゃるということですね。今のあなたとのこう関係性のままだったらということですねなのでそうならないためにもまず自分自身がこう成長したりお互いが何かをこう、まあ、犠牲にするか何かをこう変えていかないといけないのではないかというふうにですね、まあ、思っていらっしゃるというところですね。えー、あなたとの,この未来が が、絶対こう。悪い方向に行くっていう風に思っているんじゃなくて、そうならないためにどうしていけばいいのか？っていうことをまあ考えていらっしゃる。今のままだったら、まああまりうまくいかないな。っていうことはそれだけですね。まあ,あなたとのま関係がこう崩れてしまうことに対するまあ恐怖と言いますか。かまあ、心配もされているということは、むしろあなたの存在がすごくこう。大切だからこそまあ、そういった良くない。未来はこう避けていきたいという風うに思っていらっしゃるので、えー、完全なる。このネガティブなまメッセージではなくて。 むしろですね、まあそういった未来を避けたいというような、それの背景にはですね、まああなたとの良好な関係を築きたいという気持ちがあるからこそそういった未来を避けたいというふうに、まあお相手の方との本音としてはですね、え、まあ気持ちとして持っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 でそこから真ん中のカードに移っていくんですが、こちらのカードがですね、表しているものとしては、まあ、重圧や問題に立ち向かうであるとか、まあ、あとはですね、まあ、決して諦めない気持ちということを表すカードでもあります。で、まあ、このカードが表す通り、まあ、重圧や、まあ、問題に立ち向かうということなんですが、今、お相手の方としては、あなたとの、まあ、お付き合いであるとか、まあ、その先を見据えたようなですね、まあ、関係を築きたいというふうには思っていらっしゃるという というところを先ほどお伝えしたんですが、じゃあ実際にお付き合いをするにあたっては、まあ、いろんなですね、まあ問題を2人でこう乗り越えていかなければいけない、いろんなまあプレッシャーとかにもですね、まあ、打ち勝っていかなければいけないっていうことをまあ思っていらっしゃるっていうことですね。ただそういったまあ問題があですね、えー、2人の前にこうまあ、訪れてきたとしてもですね、まあお相手の方としてはま決してまあ諦めることなく、例えばあなたのことを守ったりだとか、まあ自分を犠牲にしてでもあなたのことを守っ たりだとかまあ、どんな問題が来ようともまあ、あなたとの関係はこう続けていきたいまあ、そういった意味でのこの諦めない気持ちっていうものをまあ、持っていらっしゃるということを表すカードとなっております。 なので、まあ、ここで言う、まあ、重圧とか、まあ、問題というものが、まあ、先ほどのですね、まあ、ちょっとこう、衝突であるとか、まあ、喧嘩とか、い気持ちの行き違いとかですね、まあ、そういったことが、現状のままだともしかしたら起こってしまうかもしれないので、まあ、例えば自分自身がもっともっとこう、成長しなければいけないな、っていうふうに思っていらっしゃったり、え、何かこう、今の環境から、あま、変えていかなければいけない、現状をですね、変えていかなければいけないな、っていうふうに、ま、思っていらっしゃるのではないかな、というふうに思います。 そして最後こちらのカードですね。まあこちらのカードが最初にもお伝えさせていただいた通り、まあ、じっくりと考えたいということを表しているカードとなっております。まあ、このカードが表すものとしては、自分と向き合うであるとか、まあ深く、 考える。まあ、あとはですね、気づきを得るということも表したりもするんですが、今、お相手の方としては、まあ、ちょっとこう、イメージとして、えー、このままだと、まあいず、いずれ何かこう、喧嘩のようなものがあ発生してしまう。何かこう、衝突するようなことが起こってしまうのではないかということで、じゃあ、それを避けるためにはどうしていけばいいのだろう。まあ、あなたとのですね、まあ、関係をこれからも大切にしていきたいからこそ、そういった未来にならないためにはどうしていけばいいんだろうっていうことを、今、こう、じっくりとこう、考え ていらっしゃるということですねそういったことを表すカードとなっておりますあとはですねこのカードにつきましてはあえて人と距離を取るということを、まあ、メッセージとして持っているカードでもあったりしますなので今もしかしてですねこの a をお選びいただいた方からですねそのお相手の方がちょっとこう距離を空けているなっていう風な状況であったとしてもそれはですねあなたに対する気持ちがなくなったりあなたのことを嫌いになったからではなくてやっぱりこう一旦 距離を置いてじっくりとこう冷静な状況でこう考えたいっていうことがあって、まあ、あえてですね、えー、あなたとの間距離を置かれているだけなので、まあ、決して気持ちがなくなったというわけではありませんのであまりこう落ち込みすぎない方がいいのではないかなというふうに思いますむしろお相手の方としてはあなたのことをこう真剣に考えて、えー、くれているからこそ、まあ、そういったこう考える機会というものを設けているのかなというふうに思いますのでその離れていったことについてはむしろあなたのことを大切に思っているから こそのまあ行動なのだというふうにですねまあ思っていただけたらなというふうに思います なので、まあ、今回のテーマといたしまして、まあ、お相手の方の本音としてはですね、まあ、あなたとのですね、まあ、これから、の、まあ、未来においてもですね、あなたと、まあ、関係をこう、築いていきたいというふうに思っていらっしゃる。ただ、その中にはですね、まあ、希望だけではなく、まあ、不安のようなものもですね、まあ、抱いていらっしゃって、まあ、何かこう、関係が悪くならないようにはどうすればいいのかっていうことですね。えー、もしかしたらそういったことにもなりかねないのではないかっていうような、まあ、心配とか不安というものも、 ま開かれているので今はですねちょっとこうそうならないためにこうじっくりと考えたいっていうところがあお相手の方のですねまあ、本音なのではないかなというふうに思いますはい、えー、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします今回のテーマは気になるあの人の あなたへの本音はということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がですね、まあ、あなたに対してどんな気持ちを抱いていらっしゃるのか、まあ、どんなことを思っていらっしゃるのかというですね、まあ、本音の部分を見ていきたいと思います、えー。今回ですね、こちらの3枚のカードが、まあ、お相手の方の本音ですね、まあ、どんな気持ちを抱いていらっしゃるのかというところを表しているカードとなっております。でまずはじめにですね、えー、今回出た結果を、まあ、見させていただきます。 いただいたところといたしましては、お相手の方としてはですね、まああなたのことをすごくこう大切に、まあ、大事な存在だというふうに思っていらっしゃるのではないかなというところがあります。ただその一方で、今このタイミングにおいて、えー、あなたとのま恋愛をま最優先にするべきなのかどうかっていう部分については、まあ、ちょっとこう悩んでいらっしゃるというか、あなたとのま恋愛以外にもちょっとこう気になる出来事っていうのがあるのではないかなというふうに思います。 まあどういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。まずはじめにこちらのカードから見ていきたいと思います。 こちらのカードにつきましては、まあ、やましさであるとか、まあ、後ろめたい思いということを表すカードになっているんですが、今、お相手の方があなたに対して何かこう、後ろめたい思いややましさを、ま、抱えていらっしゃるのかっていうと、まあ、他のカードを見る限りそういうわけではないのかなっていうふうには思うんですが、ただですね、まあ、その、後ろめたい思いというところから、まあ、ちょっとこう、気が散っているであるとか、なかなかこう、集中できないというような状況にあるので なないかなといいかとうに思いますすなわちこれがですねまあ、最初にもお伝えさせていただいた通り本来ですねあなたのことをすごくこう大切に思っていて大事な存在だというふうに思っていらっしゃるので、まあ、100%あなたとのまあ恋愛にこう専念したいっていう気持ちはあるんですがそれをそうさせないような出来事とか、まあ、トラブルが発生していたりだとか、まあ、そういった状況にあってちょっとこうお相手の方としてはまあ気にかかっているものがですねあるのではないかなというふうに思います。 にですね、まあ、十分にこう集中しきれていないような集中させてもらえないようなですね、えー、状況にあるのではないかなというふうに思います。 でそこからですね、一、まあ、つちょっとこう飛ばしさせていただくんですが、こちらのカードを見ていきたいと思います。こちらのカードはですね、まあ、2つの選択肢のを前にですね、えー、なかなかこう選びきれないということをですね、えー、表すカードとなっておりまして、まあ、そのことからですね、まあ、優柔不断であるとか、まあ、判断力の低下ですね、えーまあ、あとはどっちつかずということも言ったりもするんですが、 あとはですね、その選択を選びきれないということから、その目,、えー、目の前の問題からこう目を背けているということを、まあ、言ったりもするカードとなっております。 で、このカードがですね、まぁ、あ、今回、えー、伝えてくれているメッセージといたしましては、まあ、先ほどもあったんですけれども、まあ,あなたあとの、ね、ですね、まぁ、あ、恋愛と、まぁ、あ、もう一つの何かこう選択肢がですね、まぁ、あ、お相手の今目の前にはあって、それのどちらを今選ぶべきなのかなっていうことについて、本来だったらこう選ばなければいけないんだけれども、なかなかそれを選びきれていない。例えば恋愛以外で言いますと、まあ、お仕事のことであったり、まあ、家族のこととかですね、まぁいろいろあるかと思 思うんですがその恋愛ともう一つの選択肢がですね、まあ、お相手のを今目の前にあってどちらを選ぼうかなっていうことについてすごくこう悩んでいらっしゃるということですねだからこそちょっとこうあなたとの恋愛についてはあ今ですねこう集中しきれていないような集中させてもらえないような状態にあるのではないかなというふうに思います。 まあそういった形でちょっとこう気が散っているであるとか、恋愛以外のことがこう気になっているっていうことをお伝えさせていただいたので、まあ、お相手の方がですね、あ,あなたに対して何かこうアプローチとか、現実的なこうアクションをまあ起こしてくれるようになるっていうのは、そのまあ決断がですね、しっかりとできた後になるのかなっていうふうに思いますので、今のタイミングではどちらかというとちょっと悩んでいらっしゃったり、迷っていらっしゃる部分があるので、まあ、こう現実的にこう動いていく。 くれるるようになるまではもう少し時間がかかってしまうのではないかなというふうに思います。 ただですね、あなたに対する思いですね。まあ、今回でいう、ま、本音の部分としてはどうなのかっていうと、その本音のか、ことに関しては、最初にもお伝えさせていただいた通り、あなたのことをすごく大切に思っていらっしゃるっていうところは、あ見て取れる部分となっております。それを表しているのがですね、こちらの真ん中のカードになるんですが、こちらのカードにつきましては、大事なもののために戦うということを表すカードとなっております。すなわち、お相手の方、 にとってあななたはすごくこう大切な存在っていうところをまあ思っていらっしゃってまああなたのためだったらこうどんな状況でもと戦ってまあまあ守ってみせるということですねまあそれぐらいお相手の方にとってえあなたはかけがえのない存在になっているということを表しているカードなのであなたに対する気持ちがですねまあ決してこうなくなっていたり揺らいでいるというわけではないかと思いますただそれ以上にえまあもっとこう直近でえまあ対処しなければいけないまあもう 問題であるとかトラブルとかが今起こってしまっているので、えー、ちょっとこう集中できなかったり迷っている状態になってしまっているのではないかなというふうに思います。ただその根底の部分ですね、あなたに対する思いとしては一貫してこう持ち続けていらっしゃるというところがあるので、まあ、そういったこうトラブルであるとかま問題というものが片付けばですね、またそのあなたに対する思いというものがどん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 こう大きくなっていってですね、えー、そこからはあなたに対する ですねえーまあ、アクションアプローチ、えー、ですね2、まあ、人の関係をこう前進させていくような、まあ、動きというものをですね、まあ、見せてくれるようになるのではないかなというふうに思います。はい、なので、まあ、お相手の方としてはその恋愛以上に、まあ、ちょっとこう。 気があ取られると言いますかあ、集中しなければいけない、まあ、問題のようなものをこう抱えていらっしゃる部分があるので、まあ、そこでですね、まあ、無理やり、えーまあ、あなたとのこう恋愛にこう振り向かせようとしてしまうと、どこかこう、 まあなたとのです、ねえー、まあ関係についてのいいイメージがこう持てなかったりちょっとあなたのです、ねまあ、印象が悪くなってしまう可能性もあるので今はこう無理やりですね、えー、2人の,この恋愛にお相手の方をこう引きずり込むというわけではないんですけれども。こうまあ 恋愛にこう向き合ってもらうようにするのではなくて、むしろどちらかというと、今、お相手の方がまあこう抱えているも,もう一つの問題ですね、その恋愛以外のものを、あなたがこう助けてあげられるものなのであれば、まあ、それをですね、まあ、こうサポートしてあげるっていう方が、まあ、それをきっかけにですね、あなたに対するまあ信頼感とかですね、まあ、あとはあなたのことをもっとこう守りたいというようなまあ気持ちがですね、まあ、大きくなっていって、より、まあ、その問題の解決も早く進むでしょうし、 その後のですね、二人の関係の進展についても、こう、一気にですね、こう、進展していけるのかなということで、まあ、あなたにとっても二人の関係にとっても良い、まあ、流れをですね、まあ、生み出してくれるかと思いますので、まあ、そういった形でお相手の方とですね、えー、これからは接していただけるといいのではないかなというふうに思います。はい。えー、ということで、B をお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。それでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは気になるあの人のあなたへの本音は ということであなたが今まさに気になっているお相手の方があなたに対してどんな気持ちを抱いていらっしゃるのかまあ、どんなあことをですね思っていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います今回ですねこちらの3枚のカードが、まあ、お相手の方の本音ですねまあなたに対してどんなことを思っていらっしゃるのかというところを表してくれておりますでまず初めにですね今回出た 結果を見させていただいたところとしては、今お相手の方はですね、えー、二つの感情の間でですね、すごくこう揺れ動いていらっしゃるのかなというところが見て取れます。で、その2つの感情というのがどういったものなのかっていうと、あなたの。 とののの、ねまあ、関係性につついてて感情があって、まあ、どちらもですね、まあ、後ほどお伝えするんですが、どちらもですね、あなたに対する悪い感情ではないんですね。あなたとのまあ関係性については、すごくこう前向きなことをまあ考えていらっしゃるものではあるんですが、その関係の進展具合ですね、えー、どのタイミングで、もっともっとこう次の関係になっていこうかっていうことについて、ちょっとこう悩まれているのかなっていうふうに見て取れます。まあ、どういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝え していきたいと思います。まずはじめにこちらのカードですね。こちらのカードから見ていきたいと思います。こちらのカードが表しているものとしては、焦らずコツコツと積み上げていくということで、まあ地道な努力であるとか、まあ一 ずつですね、えー、まあ前に進んでいく、まあ、ゆっくりとでもいいからこう進んでいくっていうことを表すカードとなっておりますでこのカードがですね、えー、表しているものとしては、まあ、焦らずコツコツと積み上げていくということなのでお相手の方としては何かこう今の関係を一気にこう発展させていくというよりかどちらかというともう少し今の関係を続けていった方がいいんじゃないかっていうふうにですね、まあ、思っている いらっしゃるそういった気持ちを表しているのがこちらのカードになっておりますでこれがですね最初にもお伝えさせていただいた通り、まあ、揺れ動いている2つのですね感情の一つなのかなというふうに思います で、じゃあもう一つがじゃあ何なのかっていうとそれがこう真ん中のカードになっておりましてこれはですね、えー、まあゆっくりと進んでいくということに対して、まあ、対照的な意味を表している戦車のカードとなっております。でこの戦車のカードが表しているものとしてはスピード感あふれる展開であるとかまとは勝負すべき時ということを表すカードであ カードとなってておりまして、まあ、今すすぐにでもでもねこう動きたくて仕方がないっていうような、まあ、そういった気持ちを表しているカードとなっております。なので、えー、先ほどはまあ今の関係をまあもう少しですねこう楽しみながらこう続けていきたいっていうのに対しもう一つはですね今あこのタイミングを逃すとあなたとのですね関係をこう進展させるチャンスっていうのはもしかしたらもう訪れないかもしれないということで今このタイミングでもっともっと深い仲になっていきたいなっていうふうにこう思います。 持っっていらっしゃるこれが2つ目の感情になりますすなわち今の関係をまだこう続けた方がいいのかいやそれとも今もっとですねこう深い関係になっていくために何か行動を起こした方がいいのかこの2つの感情の間で今お相手の方がすごくこう揺れ動いていらっしゃると言いますかどっちにした方がいいのだろうかっていうことについて悩んでいらっしゃるっていうところがですね、まあ、お相手の方の今の本音なのではないかなというふうに思います。 なので、まあ、どちらもですね、あなたとの関係を解消するとか、そういった後ろ向きな意味ではないので、どちらにせよ関係をこう築いていきたい、続けていきたいというふうには思っていらっしゃるんですが、その、もっとこう深い仲になっていく、今以上の関係になっていくタイミングについてはいつにした方がいいのかなということを今あですね、こう真剣に考えていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 で最後、こちらのカードですね。こちらのカードについては、死神のカードの逆位置になっております。で、このカードをがですね、表しているものとしては、はっきりしないであるとか、あまあなかなかこう、決断を先延ばしにしてしまう、すぐにはできないっていうことを表すカードとなっておりまして、いわゆるお相手の方が、この二つの感情の中で、こう、まあ、悩んでいたり、揺れ動いているという状態を表しているカードとな,カードとなっております。すなわち、まあ、こっちでいくか、 こっちで行くかっていうことをはっきりとこう決められないっていう状態ですね。なので、えー、まあ、最初にもお伝えさせていただいた通り、2つの感情の間で今お相手の方は揺れ動いていらっしゃるのではないかなというふうに思います。はい。まあ、お相手の方としてもですね、えー、まあ。 無理にこう関係をこう進めようとしてしまって、えー、関係が悪くなるんだったら、だったら今の関係を維持した方がいいでしょうし、えー、いや、このタイミングを逃すと、もう、それ以上の関係にはなれないんじゃないかっていう、まあ、不安もあって、今動いた方がいいんじゃないかっていうことで、どっちにしたらいいんだろうということですごくこう悩んでいらっしゃるっていう状態ですね。ただ、それぐらいまあ悩むということは、あなたに対するまあ気持ちがあるからこそだと思うんですよね。まあ、あなたに対する、まあ 好意であるとか好きという気持ちがあるからこそその,その先の関係ですね、えー、になるためにはどうすればいいのかいつですねあなたに対してこうアプローチをしていけばいいのかということについて悩んでいらっしゃるのではないかなというふうに思いますので、まあ、そういったことを悩んでくれているということはすごくこうあなたのことを大切にしてくれているでしょうし、まあ、これからの未来においてもあなたという存在がお相手の方の中でいるからこそそういったことを考えていらっしゃるかと思うので まあちょっとお相手の方の中でですねどちらで行くかっていうまあ決断がこう出た時にえあなたに対する何かこう具体的なアクションを起こしてくださると思うのでまあそれにですねまあ合わせていく方がいいのではないかなというふうに思います例えばですねあなたとしてはこうもっとですねこう深い関係に今すぐなっていきたいっていうふうに思っていてもお相手の方がこう今の関係をもう少し楽しみたいっていうふうに思っていらっしゃるのであればまあそれにですねまあ合わせた方がまあ2人の関係としてはうまくいくのではないかなという そこで、えー、お相手の方が選ばれた選択肢と、まあ、違う方をこう選んでしまうとそこで何かこう温度差のようなものが生まれてしまったり、まあ、かえってこう衝突みたいなものが生まれてですね関係の悪化につながってしまう可能性もあるので、まあ、お相手の方がいろいろ考えた末にこう出された決断に、まあ、あなたとしてはこう合わせていった方がその長い目で見たときに、まあ、2人の関係としてはあです、ねまあ、良好な状態でこう続いていくのではないかな なというふうに思いますので、まあ、そういった形でお相手の方にまあ、なるべく合わせるということですね。もしまあ、もっと早くですね、こう関係を築きたいっていうふうにですね、まあ、思っているのであれば、何かこう無理にこうアピールするというか、どこかこう似わせるようなぐらいのですね、まあ、アピールをしていくといいのではないかなというふうに思います。はい、えー、ということで C をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。ということで、今回は気になるあの人のあなたへの本音はということで、えー、あなたが今まさに気になっているお相手の方は、あなたに対してどんなことを思っているのか、どんな気持ちを抱いているのか、というところを見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。 今回の内容としては以上となるのですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、現在個人鑑定を行っております。 いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルというのは、まあ、一つのテーマに対し、大勢の方に向けてリーディングを行っているのに対して、えー、個人鑑定では、あなたが今まさに気になっているお相手の方との今後の関係性や、まあ、復縁の可能性、自分に対する本音などですね、まあ、様々なお悩みであったり、気になることについても鑑定をさせていただいておりますので、えー、もしご興味がありましたら、個人鑑定もご利用いただければというふうに思います。 個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。